こんばんは、TJ JFC です。ちょっと前田アナ、最近竹内アナに押されすぎちゃいます。ちっちゃいさん頑張るなあきまへんよ。私も可愛い、私も可愛いと、まずこの目、この目絶対に負けない、そこにはある。この試合に勝てばワールドカップ出場へ王手になる日本は、アウェーオマーンへ乗り込んでの一戦となりました。まずはオマーン国際空港へ到着した本田選手のインタビューをご覧ください。今日の試合に向けて一言。うん、そうですね、まあ今日は絶対余裕でしょ。まあ負けるわけにもいかへんし、負けるわけがない相手やしね、オマーンって誰がおるんっていう感じやし ね、選手の名前言えます、ね、言えないでしょ。僕も言えないっすわ。そんな相手に負けるわけないし、今日は何を隠そう、これ持ってきてますからね。これね、これがあったら俺はもうね、絶対誰にも負けへんから、持ってるから。今日は楽しみにしといて。ありがとうございました。しかしこの試合、驚かされたのはオマーンサポーターの熱狂的な声援だけではありませんでした。日本のスターティングメンバーをご覧ください。ハーフナーマイクをゴールキーパーに抜擢するとともに、このラインナップ、ほぼ調子乗り世代の日本代表が揃った形になりました。今野のディフェンス、萌えちゃんのボランチは変わらず、しかしプロアクティブ柏木をトップ下に抜擢、そして左サイドハーフには調子乗り代表安田道弘、そして長谷川アルジャジャシュル、そして牧野をフォワードに大抜擢、長友は左サイドバック、ここにクールビューティーの柴崎が一人、さらに森脇といううるさい右サイドバック、そして身長が高いからという理由でゴールキーパーに抜擢されたハーフナーマイク、さらにはディフェンスラインを整える長谷部誠といったスターティングメンバー。本田はベンチにも入れず、ホテルでの療養となりました。やはりロシアとオマーンのこの温度差にやられたようですね。ミンティアの効果はないということが証明されました。大黒柱を失った日本はどう戦っていくのか、注目の一戦がキックオフです。しかし先制を取ったのはなんとオマーンでした。このフリーキックのこぼれ球を拾われると、ここで一旦カットするんですが、このこぼれ球シュート、このグランダーのシュート、ハーフナーが取れない。いやー、取れないかな、今のは小学生でも取れたんじゃないかなというシュートを決められて、日本先制を許します。これで目が覚めたのか、日本はこの後攻勢に出ます。安田のこの突破からキーパーの飛び出しを見て、牧野のこのロングシュート、しかしこれは左へわずかに逸れてしまいます。今一つ調子に乗り切れない日本を尻目に、オマーンは追加点を挙げます。ここであっけなく1点を取られます。ハーフナーのこの中途半端な飛び出し、名前の通り中途半端な飛び出しを見せてしまいました。これで集中が切れたのか、安田は監督の目の前でこのヒールリフトのミスを見せてしまいます。名誉挽回のためにこの攻め上がりを見せる安田のクロス、しかし流れてしまう逆サイドの長谷川アルサジルのこの折り返しを、プロアクティブ柏木の右足、これで日本なんとか1点を返すことに成功しました。プロアクティブ柏木のこのガッツポーズ、プロアクティブの効果は抜群だ。まるでゲームのようなツルツルのお肌、この右足ドデン。これで調子に乗り始めた日本、今野のこのカットから牧野へのスルーパス、牧野ここでボールを受けてドリブル、ディフェンスをかわしてシュート、素晴らしいゴール。ここは牧野の良さが出ましたよね。やはりこの勝負強さっていうのは文字通り牧野のストロングポイントなんでね、ここでのシュートもこうテクニックがね、本当フォワード並みということで素晴らしい。なんとか日本同点で前半を終えることに成功しました。しかし後半開始早々このピンチ、今度はハーフナーがちゃんと飛び出てセーブを決めます。余裕からか森脇もこの1ビリを見せます。そして試合を決めたのはやはりあの男でした。このショートコーナープロアクティブ柏木のクロスを牧野、この勝負強さはトゥーリオに並ぶほどですよね。やはりディフェンスなんでね、ヘディングが強い、そして日本はなんとかなんとか逆転勝利でワールドカップ王手を決めました。牧野選手、牧野選手、いいですか、見ました、見た、俺のミドルシュート完璧でした。ワールドカップ、ワールドカップ王手ということなんですけど、牧野選手、お疲れ様、お疲れ様。はい、続いてのコーナーは、はい、TJ エッチのコーナーです。今日 TJ エッチをくれたのはこの CM で大人気のおしゃれ星人です。え、この絵で分かったら天才ですね。どうぞ。どうも、今 CM で話題沸騰中のおしゃれ星人です。
はい、TJH っていうのを忘れちゃいました。ちょっとまだ終わってねえだろうが。家にギャッツビーのワックスがなかったから嫁のコットンメイク落としを使ってます。まあ色がもうやめろよ、まだ終わってねえだろうが。なかなかこの体勢がしんどいから早く終わりたいです。ヒロシです。なるべく女遊びは控えましょう。